出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえな。やれやれだ。少々手荒くなるぞ。同じ悪霊持ちとは親しみが湧くが、このまま続けるとてめえ死ぬぞ。俺っちが相手になってやるぜ。このウンドゥールに感づきおったか。オープンだゲーム。生物探知機だ。手を貸してくれ。行くぜ。おめえらは待ってな。戻れ。いいぞ。
すよ。その調子だ。ここまでか。少し食らって。戻すダメージが溜まってきたか。まだやれそうか。二人抜かすなよ。誰も知るアマチュア。行くぜ。逃がされ。お前抜かすなよ。逃がされ。おめえら待ってな。逃がされ。ミッドアイル。お前の意志、無駄にはせん。おら。逃がされ。おら。行くぜ。逃がされ。逃がさんぞ。二人抜かすなよ。金も逃がされ。うわぁ、このままで逃がれちまう。うわぁ、くっそ。逃がされ。二人抜かすなよ。金持ちのアマちゃん。二人抜かすなよ。二人抜かすなよ。近隣街からくっついてきた。二人抜かすなよ。金持ちのアマちゃん。このままでは。みたいな武男に素直に負けてやる俺だと思うのか。スピードワゴンはクールに去るぜ。どうだ。
ダイヤモンドは砕けない。1999年の日本、 S 市森王町に住む不良の高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉良義景と戦い、これを倒すことに成功した。ここは日本じゃねえか。この町はまさか見覚えがあるような気がする。ひょっとして。どうしたジジイ。いや何でもないぞジオ太郎。さあ聖なる遺体を探そうじゃないか。あれは奥安のやつ、風邪で欠席なんぞしやがってよ。どうせずる休みだろ。家に行ってとっちめてやろうぜ。もう何言ってるの。お見舞いでしょ。お？おい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 、マジか。小一見ろよ。すげえ、丈太郎さんにクリソスな奴がいるぜ。何者だありゃ。ここらじゃ見ねえ制服だよな。世の中には三人そっくりな奴がいるって言うけどよ、ちょい似すぎだろ。ねえ丈介くん、丈太郎さんにそっくりなんじゃなくて丈太郎さん本人じゃない。別人だよ。似てっけどよ、若すぎるぜ。そうかな。おい。はい、何でしょうか。一つ尋ねるが、この辺りで何かおかしなことが起きたりしてねえか。おかしなこと？この森王町でですか？質問の意図がよくわからない。森王町はスタンド使いのせいでおかしなことばかりだし、そもそも丈太郎さんのそっくりさんと話をしてる、この状況もおかしいよ。奥安、おめえ何街中うろついてんだよ。やっぱ仮病使ってやがったな。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザ・ハンド！何？スタープラチナ、時を止めたぜ。やれやれ、異変の影響を受けたスタンド使いか。今のはスタープラチナザワールド。奥安くん、いきなり何を。1988年の全盛期の能力か。なるほど。実に興味深いよ。始末する前に君を本にして読ませてもらうとするかな。もちろん君たちもね、光一くん、丈介。おい、露伴、何わけわかんねえこと言ってやがる。君たちは
あのお方にとって邪魔なんだ。だからまとめて削り取ってやる。沖安くん、露伴先生。奴ら本気だぜ。こいち、スタンドで身を守れ。がね、やるしかねえ。なぜ奥安くんや露伴先生と戦わなくちゃいけないんだ。我らはこの虹浦奥安のザ・ハンドが消す。書き込んでやるよ。君たちはここで死ぬとね。オープンだけアクト2、ぶつけてやれ。すごい！奥安！左に司令塔を怒るぜ！俺の自動追尾弾だぜ！大丈夫？心配ねえぜ、こいち。
俺がすぐに直すからよ。待ちな、こっちの用事は終わってねえぞ。なんだ？ロハン先生？元に戻ったんですか？こいつのことは任せたぜ。俺は逃げたやつを追う。あっちに行ったな。はい、お願いします。丈太郎さん、奥安くんも戻してください。ああ、おめえ、なぜ俺の名前を知っている？え？あ、ついうっかり呼んじゃったけど。本当に丈太郎さんなんですか？どうしてそんな学生みたいに若くなってるんです？学生みたいに、だと？丈太郎、日本ってのは案外広いもんじゃの。道に迷ってしまったわい。ジジイ、今さっき未来の俺たちと顔見知りになってる連中と会ったぜ。この森王朝は俺たちのいた時代から10年以上も先だとよ。さっきの。東方丈介、おめえの名前は光一に聞いたぜ。奥安って言ったか。ダチはどうした？よくわからねえ。ここまで追ってきたんだが、体が光ったと思ったら消えちまった。なあ、あんた、さっきスタンドで時間を止めたよな。ひょっとしてあんた、空城丈太郎さんか？そうだ。おお、マジかよ。何？あれはハーベストだ。なぬ？なんじゃあのちっこいのは。シゲジは死んだはずなのに。
待て！うまくおびき寄せてやったど。オラのハーベストは無敵なんだど。お前らみんなやっつけてやるど。う、嘘だろ？シゲチ！決めてやるぜ！てめえは音石明！どうしてシゲチーと音石が一緒にいるんだ？知り合いみてえだが気を許すなよ。奴らは今敵だ。ギタにしてやるど。覚悟しねえよ、てめえら。
やるってんならやってやるぜ。俺はやると言ったらやる男だぜ。オープンだけだったぜ。やれやれだぜ。消えちまった。奥安の時と一緒だ。丈太郎さん、教えてくれ。今何が起きてるんだ。奥安と露伴はどうしちまったんだ。シゲチーはなんで生き返ってる。丈太郎さんはどうして若返ってんだ。ふん。俺は面倒くせえ話をするのが嫌いでな。ジジイ、頼むぜ。何？亀の中に入って説明してやってくれ。わしがか？いや、しかし急に振られても心の準備が。俺、爬虫類が苦手なんすよ。亀なんかに近寄りたくねえっす。やかましい。さっさと行け。こえ。若い丈太郎さん、こえ。無理じゃ。わしにはとても。やれやれだぜ。丈太郎さん！
チ。それに、ロハンつったか。なるほど、なるほどね。へぇ。ジョータロウさんの10年前を想像して書くとしたら、確かにそういう感じになるかもな。スケッチしてもいいですか？ああ、一応敬語を使わせてもらいますよ。今は僕の方が年上だけど。おめえ、さっきは俺のことを1988年の俺を知ってるみてえな口ぶりだったな。それに、あのお方とも言っていた。そうらしいですね。僕が意味ありげなことを喋ってたって光一君から聞いた。だけど今は何も覚えていない。何のことだかさっぱりだ。まるで頭の中にもやがかかったみたいに思い出せない。家教員もそうだったな。異変の影響を受けている時のことは覚えていないか。光一君。あ、ゆか子さん。こんなところにいたのね。探すのに苦労したわ。でもかけさせやがって。あんたたちみんなバラバラに引き裂いてやるわ。ああ、まさか、そんな。あれが異変の影響ってやつかい。ちょいと観察させてもらうとするかな。僕は甘く見ないでほしいんだ。山岸由加子君、君の光一君に対する思いには尊敬するものがあったんだが。由加子さん、正気に戻って。オープンだけアクト2、アクト3。有無を言わせず全然必勝さ。セーフティーロック。有無を発症があった。スリーフリー。有無を発症があった。ウムを波長があった。セーフティーロック。ウムを言わせず先手必勝さ。何、ウムを波長があった。セーフティーロック。ウムを言わせず先手必勝。ウムを言わせず先手必勝さ。ウムを波長があった。ウムを波長があった。ウムオイ波長があった。セーフティーロック。ウムオイ波長があった。何、セーフティーロック何、セーフティーロック。それウムを言わせず先手必勝さ。セーフティーロック。よくもこんなことを。ひろすさかみ。それウムを波長があった。セーフティーロック。行くぞ。手伝うよ。ウムを波長があった。
有無を言わせず先手必勝さ。有無を波長があった。そったれ、あたしの大切な髪の毛が真っ白になってる。有無を言わせ波長があった。これは感情の暴走、または歪みとでも言うべきか。ユカコさん、一体なぜ僕たちの森王朝で一体何が起きてるんだ。光一くん、待っててね。絶対私がひねりつぶしてあげるから。ユカコさん、一体どうしちゃったんだろう。まるで昔に戻っちゃったみたいだ。あんな汚い言葉を言って僕を攻撃してくるなんて。そうかい。昔も今もそんなに変わってないように思うけど。露伴先生、ひどい。てめえはエンヤバ。さてさて、うれしいやんの。わしゃうれしいんじゃ、ジョータロー。てめえをこの手で仕留められるからな。立刻ジョータロー。なんだ、あのばあさんは。霧で相手の体を操るスタンド使いだ。どうやら死体を大量に引き連れてきたようだぜ。死体？けオレはやると言ったらやる。オープンだけ。やれお前たち。あと貼り付けだぞ。うら、文字を喰らえ。やれやれだぜ。すごいぞ、僕のアクト
グギッキキキクキキ、またしてもわしの邪魔をするか。じゃ、所詮お前などあのお方の前にはチリアクタのごとき存在だというのに。おいばあさん、てめえらが口にするあのお方ってのは何者なんだ。なに、そんなこともわからんのか。この毒サリスカタン野郎が、あのお方こそは王の中の王、世界を支配する器の持ち主。お前が歯向かったところで上書きされて消滅するのがオチよ。上書きと言ったところで理解はできまいがね。ケケケケケ、焦ることはない。いずれ会えるとも。会った時がお前の最後だがね。上書きだと、わけのわからねえこと言いやがって。しかしあのお方ってのは何者なんだ。エンヤバーやウンドゥールたちが忠誠を誓う存在。いや、まさかな。さてと、詳しい話は後でするが、俺たちは聖なる遺体ってやつを集める旅をしている。その協力をしてもらえると助かるんだがな。もちろんだとも。こんな面白い現象を見逃すわけにはいかない。奥安くんや由香子さんを元に戻すためなら僕も行きます。いいよ、そんな気にすんなよな。あ、この声は親子だとかお袋だとか。あんたとそういう話すんのは2回目だしよ。もうお腹いっぱいっつうかよ。ん？じゃあ俺外の空気吸ってくるから、ま、仲良くやろうぜマッチョジジイ。マッチョジジイ。お、高一に露伴。この亀すげえよ。中が部屋になってたよ。宇宙船みてえでかっぴょいいぜ。おめえらも入ってみろよ。ふん、宇宙船だと。この小汚い亀がか。うわあ、露伴先生。なんすか？遺体の共鳴。近くに聖なる遺体があるようだな。